お忙しいところすみません。先ほど、はい、おまわりさんお店に来ていただいて、はい。まあ、なんかお客さんがお金払わないんですけどっていうので、まあ、相談してもらって、はい、結局まあ、とりあえずもう、なんかおまわりさんの言ってることもわかんないから、もう帰っていいよって言って お帰り願ったんですけど、はい。なんかちょっと対応おかしかったんじゃないのかなと思って、お電話で何かご相談させていただけないかなと思って。ちょっと事案内容がちょっとわからないので、ちょっと一からの説明をちょっとしていただいてもいいですか？すいません。はい、お客さんの、タブレット端末の修理をお店で行ったんですね、はい、元町で。はい。で、直んなかったんですよ、結果。はい。で、まあ、直んなくっても、作業料金っていうのはタダじゃないので、4400円かかりますよって、はい、サインをもらって、ちゃんと申し込み書にはサインもらって、名前も書いてもらって、で、受けたんですけど、はい。で、お客さんも、なんでこれ払わなきゃいけないのって、サインさせたのだって無理やりじゃん、みたいな。ちゃんと全部の規約を説明1から10までしてないでしょ、あなたっていう言い分だったんですね。はいはいはい。うん、で、これは俺のものだから、とりあえず、はい、持って帰るでって言って、ダメですよって僕は言ったんですよ。はい。でも、おまわりさんもまあ来てもらって、これはもう、お金を払う、払わないってことで争いたいんだったら、民事でやってくださいって言われたんですよ。うん。はい。で、僕はじゃあクリーニング屋さん、で、なんか電話で、無料でいいですよって言われてるんですよ、僕はってその人は言われてらっしゃったんですね。僕が電話で言ったって。それ言ってないですよね。はい。で、そのおまわりさんに僕も、さて民事でやるべきなんじゃないんですかって言われて、いや、じゃあクリーニング屋さんに行ってシャツ洗ってもらって、取りに行った時に、電話で言いましたよって言ったら、タダで持って帰っていいんですかって。ラーメン屋さんでラーメン食べた時に、食べ終わってお会計って言われて、え？って、電話で言ったじゃないですか、今日タダだってって言ったら、そのまま帰れるんですかって言ったんですよ。はいはい。で、まあ僕もなんかそのおまわりさんがそういうもんだからもうしゃあないなと思って書いてもらったんですけど、はいはい、僕の方が間違ってるんですかね。うーん、一概に言えないみたいなのなんですかね。まあその契約書面で、まあ相手がとサインさあ、はい、でサインして、まあその、まあ、電話で言うたとかって、その言うたら向こうの主張だけでしょ。はい。だから、うん、では今回証拠としてあるんが、契約書面、相手の書面がある、はい、書面あるじゃないですか。うん。うんうん、だから、それで、まあ、それは証拠になると。うん。でも、その。で、相手が、その、店員さんが、無料でいいって言ったっていうのは、何の記録にもないじゃないですか。そうなんですよ。だから、民事で争えばって言われたんですよ。そのお金に関しては、はい、まあ、確かにその現場に来た警察官の言う通り、はい、民事の争いになりますわ。なんかね、何人かに聞いても、まあ法律の専門家ではないんですけど、うんうん、それサインして同意してるから払わなあかんじゃんっていう話にはなって、うん、でその払わなあかんっていうのはその民事になるんですよ、うんうん。だそこでちょっと僕、この問題をもう二度と起こしたくないと思ったんで、はい。利用規約に、修理中は、所有物は当店にありますって書いて、はい。で、お支払いいただけたり、作業見積もりの直らなかった時にお金払ってくれたら、所有権移行しますよってなったら、僕の所有物にできますよね。サインしてあれば。まあ、そうです。で持って帰るって言われても、いや所有物うちのだから窃盗やでって話にはだからダメだよって言えますよね。業務委託してるっていう形になると思うんですよね、はい、言うたら、はい、その修理を依頼してるんで、はいはいはい。だから占有とか、その、まあ、法律用語になってくるんですけど、はい、占有っていうのは、はい、まあそのお店の方にあると思うんですけど、はい、所有権は、そのタブレットを持ってる人にあると思うんです
じゃあ所有権を放棄した上でって書いてあればいいんですかね。で所有権を移行してますのでって書いてあれば。じゃあその契約書面がどれだけ法律的な拘束力があるのかっていうのが、はい、うん、ちょっと私もその民事の専門じゃないんで、はい、ちょっとこの電話ではちょっと確かなこと言えないんですけど、はい、うん、だからそのだから今回その契約書面があるにもかかわらず、はい、修理代金を支払ってないということで、はいはい、でお金の請求するんやったら民事で争った方がいいということが今、うん、お伝えできる内容になります。僕は今後その対策について、それだったらお金作業してる意味がないじゃないですか。サービス提供してるのにタダで変えられちゃ困るじゃないですか。だからその、うん、だから今回みたいなお客さんばっかりじゃないじゃないですか。いや今回みたいなお客さんまた出ないために再発防止したいんですけど、そんな言うのはもう10年に1人ぐらいしかいないのは分かってるんですけど、うん、だからその今の話聞いて、いや、はい、むちゃくちゃやなっていうのは分かります、はい、相手がむちゃくちゃなやつやなというのは、はい、お話聞いただけでちょっと分かります。はい、でも警察からしたらなんかその人を法的に拘束することができることはないっていうことですね。だからその現金のお金とかのやり取りになってますんで、いや、民事かなというので、多分現場の警察官、逮捕されたと思うんですよ。ああ。では、僕の所有権になってたら、一応これ、僕のだから持って帰っちゃダメっすよ、おまわりさんって言ってもいいんですよ。お客さんが所有権破棄して、所有権こっちに移行するって、同意してるんで。っていうのがあれば、またちょっと話は。今回のこのようなことはおまわりさんが全面的にお客さんの味方するみたいなことはないってことですかね。そのお客さんの味方をしてるわけじゃないです、はい、その結果的にそうなってはいますけど、はい、警察官もそのタブレットを持って帰ったお客さんが全面的に今回いいっていうわけじゃないですけど、はいはい、の味方ではない、はい、それだけはちょっとね、その勘違いしないでほしいんですけど、うん、だからそのタブレットを持って帰れないっていうのは所有権が一応僕ですよっていうふうに主張できたら今回の話はちょっと変わってたかもしれないですかね。そうですね。そうですよね。じゃあそれ記載するぐらいしますわ。すいません。すいません。お力になれず、はい、すいません、申し訳ないです。いえいえ、ありがとうございました。はい、すいません。はい。